皆さんこんばんは、夏美優香です。今日発売のグロー12月号についていったメイクの付録、こちらがすごく良かったので皆さんにお伝えしたいなと思って動画にしました。小顔王子と呼ばれるメイクアップアーティストさんが監修しているプロコスメ4点セット、パレットとペンシルなどですね。開けてみます。すごくね、綺麗に折れないように入っていました。ペンシルが結構イメージよりも太い感じでした。見た目もね、結構シックでいいですよね。あとこれあるあるですけど、全部パレットに入ってる一体型のだとアイシャドウの粉がリップ&チークの方まで飛び出しちゃって、ちょっとこんな風になったので爪楊枝で取りました。ペンシルタッチ、左からシャドウ、ハイライター、そしてアイライナー装置していきます。まずこちらブラックネイビーのアイライナーです。なんか先っぽの方に塊があったのか、1回目引いた時にその塊の汚れが入っちゃって、ちょっとあんまり美しくなかったので、もう一回重ねて描いたりとかしちゃったんですね。そしたらばなんか濃さがどんどん濃くなってくるんだけど、これが2回引いた感じで、ペンシルもね長く出しすぎちゃったんで短くして、もう一回3回目引きました。3回重ねるとブラックに近くなりますね。でちなみに1回だけ描いたのもその横に並んでます。濃淡はこうやって重ねるかどうかで調整するのかなって思いました。柔らかさは普通の、まあ、よくあるアイライナーみたいな感じでした。こちらはシャドウシェーディング、これはねスルスル描けました。柔らかくて太くて、でこれをぼかしていくんですが、すごくぼかしやすそうな感じのタッチでした。成分見るとミネラルが多く入ってます。ミネラルオイルですね。こっちのホワイトのハイライターの方も同じスルスルという描き心地でした。で白とあとねシルバーパールがすっごいいっぱい入ってる感じで、もうハイライトとしてすごく使いやすそうでした。そしてこちらのパレットは4色、上の2つが、アイに使える、こっちマットです。コーヒーって感じのカラーでした。でこちらがシャイニー、すごく輝きがあります。でリップ&チーク2色はピンクとブラウン、こんな感じの8色、パレットの通りに発色します。ラメがね結構細かくてすごく上品な感じで良かったです。では実際に顔に使っていきます。まずはねネイビー、ブラックネイビーのアイライナーからいきます。私はねアイライナーはリキッドばっか使ってて、久しぶりにこういうペンタイプ使ったのですごく痛く感じたんですが、多分普段からペンを使っている人はそんな痛くないと思います。次にシャドウのマット、これを目尻側だけちょっと重ねて二重の幅のところで、二重から外側はこうぼかしていく感じでつけてみました。で眉の方もアイブロウも同じマットをそのまんま使ってみました。次にシャイニーな感じのゴールドブラウン、これはまぶたの中央だけぷっくりさせるために使いました。細かいキラキラが入ってますね。角度によって輝きが強弱ついてきます。で同じゴールドブラウンを目尻下側の下柄のまぶたのところちょこっとだけつけます。これはねホワイトのハイライター、まずは目頭、これは目がこう
白身のところが特にこう幅が広がって見えるっていう錯覚を利用してるやり方ですね。あとはこうクマってとこまでいかないけど暗くなりやすいところと、あと涙袋、こちらにも使いました。すごくデリケートな部分なのに全然痛くなかったです。だからすごく柔らかいこのペンは。あとは眉尻の下側っていうんですかね、ここも明るくしました。で立体的な感じに見えます。もう一箇所 C ゾーンって言われるこの部分ですね、ここもへこんでるところなので、へこみすぎると老けて見えるから、ここのところを C ゾーンを明るくします。リップ&チーク、ブラウンカラーは私は頬に使いました。ここがね、頬骨に出てるので凹ませたいなと思って。すごいね、いいノリでした。あとは立体的にしようと思ったんで、シャドウを鼻の横とか、あとフェイス周りとか、あとこの涙袋の下に影を作ると涙袋がぷっくり見えるので、ここら辺うまくね、乗ってくれました。そして最後リップはこの色にしようと思ったんですね。ただなんか触った感じだとブラウンのリップ&チークとちょっとねテクスチャーが違って硬かったんですよね。で唇にのせるとなんかマットであんま汚いすごいボロボロな仕上がりになっちゃったんで、ちょっとこれはねやめました。ちょっと使い方をどうするか悩むとこですが、仕上がり一応こんな感じで目元だけ写しました。ちょっとねさっきのピンク桃色のは頬に使うかもしれません。最後までご覧くださりありがとうございます。今回のブローのメイクラインは大人っぽい感じの色味とか、あとメイクの仕方っていうのかな、本紙に書いてあったんですけれども、子供っぽく見えない仕上がりはこういう風にやるとかいうのがあったんですね。あと小顔王子が開拓したプロデュースしたアイテムなので、小顔になるためのメイク方法とか本誌の方に載ってますので、ぜひグローの付録と同時に本誌の中もじっくり見てメイクの参考にしていただければと思います。ではではバイバイ。